グッドライフ。俺の願いは一つだけです。俺のいない世界でもあいつには強く生きてってほしい。そして大地は枠を遠ざけました。お前はこれから母さんと暮らすんだ。父さん、もうお前とは会えない。お前は今から大人だ。大人になるんだ。いつまでも子供みたいに泣くな。お前はこれから母さんを守って強く生きていけ。父さんはお前を忘れる。だからお前も父さんのことは忘れるんだ。父さんなんて最初からいなかったと思って生きるんだ。そんなこと急に言われてもね。最後に会った時にあんな仲良く目玉焼きのカレー作ってたじゃないですか。そんなん辛いですよ ね。ところで、ここまで大地を演じてきての反町隆史自身のコメントが公式サイトのインタビューに載ってるんですが、父親としてやらなければいけないことを考えさせられました。どんなに仕事が忙しくても父親として家族に目を向け、そして一緒に成長していく、それを楽しみながらできるというのが家族の在り方としては一番の理想ですね。今を生きることの大切さ、何気ない日常が幸せであるということをしっかり噛み締めようと改めて思いました。そして最終話に向かっては気持ちを作り込みました。父親として息子とどう向き合い、何を残して死ねるか、その二つを自分の中で突き詰めながら、間もなく人生を終えようとする大地の気持ちを作っていきました。肉体的には末期癌に侵されているという役なので、7話あたりから体を絞りました。5キロぐらい体重が落ちましたね。ついに大地が培ってきた枠への思い、家族への思いが完結します。死を目前に控えた大地は何を考え、どんな行動をとるのか、そして家族3人はどのようになってしまうのか、最終話は全てが見どころになっています。ぜひご覧ください。なるほどね。でも本当に切ない親子の物語、ね、いかなる結末になるのか。大地はやっぱり亡くなってしまうんでしょうね。わっくんがね、どうやって成長していくのか。多分最後には自分のことをわっくんと言わず、僕って言えるようになると思うんですけど。そこがポイントでしょうね。まあね、このグッドライフね、わっくん一応小学生なのに、いつまで経ってもね、あんな幼い言葉遣いというかね、ねえ、なんか退院してからもうちょっと変わるのかなと思ったら、うん、それでもまだある意味変わってないところがあったので、ね、まあ、父親の死を迎えて変わっていくのかなっていう、いわゆるそこをキーワードにしてるんでしょうね。だからね、あの3つや4つの子じゃないんだから、いつまでもそういう自分をわっくんっていうような甘ったれたことではいけないってね、そこがなんとなく、まあ、感情移入できないというか、こう本当に涙を流しきれない、そういう風にも思えたんですが、でもそれは最終回ね、強く生きる、大人として生きるっていうわっくんの思いが自分のことを僕っていう、まあそれぐらい大きな変化がないとね、なんとなくこうピシッと決まりませんから ね果たしてこれが大当たりとなるんでしょうか。ちなみに公式サイトのトピックスには最終回にあたってのこんな記事が。枠を香りに預けてホスピスに転院した大地は、海の見える部屋で残された時間を静かに過ごします。そんな彼のもと七海が訪れたことで物語は急展開を見せます。最終回の鍵を握るそのシーンは、海辺の旅館と都内のスタジオで撮影されました。海辺のロケが行われたのは伊豆半島南端の弓ヶ浜。ホスピスの代わりに旅館を借りて撮影されました。 A 倉さんが玄関に到着すると、パジャマ姿の患者や介護士が、そこだけ切り取ればまさにホスピスそのものと、この日の撮影はここまで。湖中の天宿丸文さんの協力のもと、ロケは滞りなく終了しました。旅館の皆様、本当にありがとうございました。別の日、都内のスタジオで今度は病室のシーンが撮影されました。入院中の大地とお見舞いに来た七海が会話をするシーン、末期のがん患者を演じる反町さんはベッドで上半身を起こす仕草も本物の病人のようにゆったり、時折顔を歪めながら一つ一つの動作を丁寧に演じています。実は反町さん、本番前に介護用ベッドの角度を変えて自分が演技しやすいようにしていたんです。そうしたちょっとした工夫によって芝居はよりリアルなものになっていくのです。その迫真の演技は物語を締めくくる最終話にふさわしいものでした。本当の意味でのグッドライフとは、原作では描かれていないドラマオリジナルの結末に皆さんご注目ください。そういえば原作の賢木、韓国では全4話の連ドラになっていたんですが、日本でもついこの前放送されてましたよ ね。まああの最終回と
このグッドライフの最終回、どこがどう違うのか、そのあたりも楽しみの一つということで。さてさて、そんなグッドライフのサポーターになっていただいてます、リムソープでおなじみ、構造機能科学研究所、鈴木正夫先生の今回のコメントなんですが、死期が迫っている父親、大地が、可愛い息子、ワックンに、どのようにさよならを告げるか。迷った上で取った行動が、ワックンを呼び出して、父親に対する全てのものを消し去るかのような、激しく突き放す言葉の数々。死に至る間際にあっても、子供や妻に対する不器用な接し方には、生き方が不器用と言われ続けてきた私にも、あまりにもと言わざるを得ない気持ちになりました。父親の生き方を誰よりも理解し、誇らしく受け止めてきていた息子に対するさよなら。このような言葉が最後になることは私には認めがたく、ワックンがあまりにもかわいそうです。しかし、息子には強く生きてほしいと願う私には、大地のような生き方も一面認めてしまう気持ちもあります。父親が父親であるためにも。さて、今回のリムスキンケア情報は、石鹸についての解説の締めくくりとして、当番組の視聴者に多数ご愛用いただいている洗顔フォーム、リムソープの開発技術と機能についてご紹介いたします。製品の機能と品質は原料の選定と製法によって決まります。構造機能科学研究所では、高純度高品質な原料を厳選し、独自の科学技術を駆使して、成分を単なる混合物としてではなく、分子間相互作用によって自己組織化能を有する超分子に創生する製法開発に成功しました。超分子製法によって誕生した製品を商品名リムソープとして2004年12月に発売しました。リムソープは肌の汚れと保護分子の肌への分子間力にメスを入れて汚れを落としながら皮脂膜を修復再生します。リムソープで肌を洗うと皮膚のバリアと生理作用の要皮脂膜が整う結果、角層の水分が高くなり、しっとりした肌になります。リムソープは肌の洗浄と保護保湿が同時にできることから、基礎化粧はリムソープのみで十分という方も多くおられます。乾燥肌やアトピー肌等の肌バリアの弱い方のスキンケアには、リムソープで洗浄後にリムエモールを塗るコンビネーションをおすすめします。このドラマのコメントは今回が最後となります。拙いコメントをお聞きいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。ということで、グッドライフの最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。